ひろゆきさんの話を聞いてベーシックインカムを導入してほしいと思ってましたが、ベーシックインカム導入と同時に円安が加速しハイパーインフレになる可能性はないでしょうか。可能性としてはゼロではないんですけど、株価に日銀だったり年金だったりが株価に突っ込むっていうのは結果として金持ちだけが得をするんですよね。で、金持ちに金を配っていいものを作るという場合もあるんですけど、結局大企業が今伸びてないのは日本で皆さんご存知の通り、金持ちで大きいお金を浮かせる企業がめちゃめちゃ尖った面白いものを作れるかというと、そういう時代でもなかったりするんですよ。で、じゃあアメリカの今大企業的になってるアマゾンだったりフェイスブックとかも、その大企業 IBM が作ったわけじゃなくて、大学生とか、まあ一応ベゾスさんは一応ビジネス経験ありますけど、その中小企業経営者みたいな人がちょこっと作ったものがめちゃめちゃでかくなるっていうのがあって、結果としてその AT&T だったりとか、そのなんかアメリカの大きな会社とかが作りましたっていうので今大きくなってる会社ってあんまないんですよね。韓国の場合だとサムスンが金出して作った NHN ネイバー、まあ今は LINE になりましたけど、がうまくいってるとかはあるんですけど、なのでまあ他の国であったりするんですけど、ただその IT とかをもっと頑張ろうって思った時には、大企業とかよりも個人がいかに頑張るかっていう方が大事な気がするんですよね。なのでその個人がやたら頑張って結果として面白いものを作るっていう方向にする方がいいんじゃないかなっていうので、ハリーポッターの作者の例とか僕はよく出したりします。